私は戦争中に生まれまして、まあ、戦争が終わった頃にちょうど物心がついた年齢でしたね。それ以来ですね、私は外国に出張に行くことは多かったんですが、まあ、終始、まあ、日本列島に住む日本人でありました。だけども私は一度も自分の国に住んだことはありません。一度でもいいから、まあ、一生に一度でもいいからですね、それからそれがもしかしたら混乱の方向に行く可能性もあってもですね、やはり私は日本人が作り、日本人で合意した憲法の下でですね、しかも他国の軍隊が駐留していない国で、まあ、生活したいというふうに、まあ、願っておりました。まあ、憲法もですね、自分が作らなくても内容が良ければいいじゃないかと、まあ、進駐軍が作ってもですね、占領軍ですね、占領軍が作ってもそれが内容が良ければいいじゃないかという理屈のあることも、まあ、十分理解できますが、私はやっぱりそれは惨めに思うんですね。やっぱり日本という国は、まあ、占領されている時は別です。これはもう他国のものになっちゃったんですからね、一時日本は。日本建国以来初めて1945年から約1950年ぐらいまで、まあ、他国のものになってしまったわけですから、これはまあ仕方がないんですけど、やはりそれからもう60年以上経ちますんでね、私は今の憲法を改正する、まあ、今憲法改正論議というのがありますけども、今の憲法を改正するのではなくてですね、今の憲法は外国人が作って占領時代に日本人が承認、まあ、させられたものですから、やはり日本はですね、明治憲法で定めた憲法改正手続きの下で新しい憲法を独立国として改正しなきゃいけないと思うんですよね。そうしないといけないと思うんです。まあ、占領されている時は仕方ありません、これは。ただ明治憲法っていうのは改正手続きがありますからね、改正して今の日本に合った憲法を作るべきだと。私は自分で決めた国に住みたいんですね。私このブログで言ったように、法律というのはお上から決まるもんじゃなくて、我々日本人の相互の約束なんですよね。約束事なんです。よく私が被曝量1年1ミリシーベルト法令で決まっておりますと、これは私たち日本人同士の約束ですから、約束を守りましょうって言ってるんですね。ホルミス効果がどうだとか、何ミリまで大丈夫だとかいうことではなくて、私たちが一番大切なのは約束を守ることだと、まあ、こういうふうに思ってるわけですね。ですから今約束がないんですよ。要するに憲法を自分たちで作ってませんからね。それからもう一つは平和条項がある、第9条がある。これは軍隊を持たず交戦権がないとこう言ってるわけですけども、これも賛否両論ですけども、これが賛否両論ということはおかしいですよね。だって自衛隊はもうすでに強力な軍隊ですよ。あれどう見ても軍隊です。もうこれを軍隊じゃないっていうことはもうそれはありえませんね。目の前におまんじゅうがあって、それをこれはおまんじゅうじゃないっていうようなもんですからね、それはいくらなんでもダメなわけですよ。しかもおまけにアメリカ軍が大量に駐留してるんですよ。世界最強のアメリカ第一軍が駐留してますからね。私は独立国ではないと思ってるんです。私は日本文化はですね、世界でも非常に優れた文化であって、2000年にわたり日本人の判断で自分たちで国を作ってきました。しかし戦争に負けて以来この70年ですね、日本人は初めて日本人同士では合意ができなくなりまして、ついに国を失っているというふうに思いますね。私は現在の政治の乱れ、教育の乱れ、まあ、若者のまあ夢のないこと、すべてはですね、私は日本人が自分の国に住もうという気持ちがないということに、まあ、原因していると私は思うんですね。そしたらそれを打破するにはどうしたらいいかって言ってますとですね、私は実は結論を求めるんではなくて合意の方法を探らないとダメだと。今は日本はですね、本当にこう結論を急いで他人をバッシングするっていうことだけに熱意を燃やしてるんですね。これもしかしたら誰かの策謀かもしれませんね。まあ、この前小討論評で私教育のことを書きまして、まだ随分反論が来るんですけど、私は結論を出しておりませんって言ってるんですね。論点を整理してですね、一体学校の先生が入学式に欠席するっていうのはいいことなのか悪いことなのか、それはそのどの程度のものなのかということを議論しましょうと。そうしないとですね、職務が大切だとか個人の
権利が大切だということにことだけを言って、私は反対だ賛成だと言ってると、いつまでもその合意ができないというふうに思うんですね。私このブログでまず事実を確認して、事実は共有できるでしょうと、まあ、それを整理したり解析したりして、なんとかその合意に道筋を作って、そしてお互い意見を言うっていう、そういうことにならないとですね、全てがバラバラになってしまって、もう極端から極端に、例えば自民党から民主党にバーッと行って、それで今度は民主党がほとんどなくなって、今度は自民党にドーッと行くっていうですね、非常に不安定な社会になるんじゃないかと、まあ、いうふうに思うんです。最近私が書いた、まあ、あの言葉の魔術っていう日本文芸社から出した本があるんですけども、まあ、これなんかもそうなんですけども、やっぱり一つ一つのことにですね、言葉の魔術でなんか左から右へダーッといくんじゃなくて、それを一つ一つその事実から確認していこうと、まあ、最近私がシリーズで書いている健康と命の寿命のですね、根源を探るっていうのもそうなんですけども、これを書きますとすぐですね、先生は血圧が高いと言ってるけどそれはどういうことかとかね、そういうふうに来ちゃうんです。私はそういう目的でやってるんじゃないんですよね。要するに健康というのは自分自身のことですから、血圧についてもそれからコレステロールについてもですね、まず事実を合意しましょうと。事実を合意した後、だんだんそれをみんなで整理していって、それには誠実な態度が必要ですけどね、誠実に整理をしていって、そして意見が最後まで違えば仕方ありませんが、まあ、合意ができるところが随分多いんじゃないか、まあ、そういうふうに思うわけですね。まあ、この憲法記念日にですね、私は、本当にこう自分の一生がですね、日本という国に住めなかったという、つまり、押し付け憲法って言ったら言葉悪いんですけども、少なくとも日本人が合意した、つまり日本人が合意した明治憲法ってのがあるわけですね。この明治憲法を日本人の手で改正した、昭和憲法っていうか平成憲法っていうか、そういうものの下で、暮らしたかったと思うんですね。それからやっぱアメリカ軍のいない国ですね。それからもし平和条項第9条で軍隊を持たず交戦権がないとしてたら自衛隊のない国ですね、それがですね、もう占領されてもいいです。どっちがいいかって言ったら、私はですね、誠実な国に住みたい、日本人がこれで行こうと、みんながですね、もう軍隊いらないと、自衛隊もちろん軍隊ですよ、アメリカ軍も軍隊ですけど、いらないと言うんだったら、もうそれで私は占領されるの、自分は反対ですけど、私が反対でもですね、やっぱり日本人が決めた国に住みたいですね。私はそういうふうに思います。